川崎直行女11月明治8年3月20日は、江戸時代末期の洋楽者、藍津藩士、直時と合した。川崎省之助の墓兵庫県豊岡市一説には、天保7年11月、田島国伊豆市はみか、川崎再平の子として生まれたとされるも、出自は不明であり、確証はない。長じて江戸に出て、坪井た春らに、蘭学、生味術を学び、 神田公平、加藤博之らと並ぶ、屈指の洋学者として知られたという。江戸において、藍津藩士、山本角馬の地遇を得て、藍津藩藩校、日清館の蘭学書において、蘭学を教授し、鉄砲、弾薬の製造も指導した。慶応元年、山本角馬の妹、八重と結婚。藍津戦争では、八重と共に、鶴ヶ城牢城,城戦に参加した。 その後の章之助について、かつては江戸において手習いの師匠として暮らしたとの説が有力であったが、2011年に北海道立文書館にて発見された資料によると、会津松平家の加盟存続が許され、下北半島に三万国で立反された、都南藩に移住、外国商人と米の取引を行うが詐欺にあって、しまったために訴訟を起こされ、 裁判中の東京で肺炎のため死去したとされている。ありがとうございます。